皆様、大変長らくお待たせいたしました。第2回データキュービックのアートセミナーを開催させていただきます。本日はたくさんの皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。司会進行はデータキュービックの不思議が務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。今回のアートセミナーは、アズリル広島ベース現地にて生配信中です。本施設はもともと銀行店舗だった建物を 地域価値向上のため、地域の DX 推進拠点としてリニューアルをいたしました。1階には地域の方が集っていただけるカフェを併設しており、2階、3階にはワーキングスペースをご用意いたしております。そして最新テクノロジーを皆様にご体験いただけるスペースもご用意しております。今後も Azure 広島ベースのコンセプトであるデジタル、アート、コワーキング、 この3つの分野に関連するセミナーやイベントを開催していく予定でございますので、皆様に新しい体験をしていただけるようなコンテンツをご用意してまいります。楽しみにしていてくださいね。ではまず、このセミナーを開催している Teams ライブイベントの使用方法についてご説明をさせていただきたいと思います。Teams ライブイベントは、採者や発表者のみがマイクやウェブカメラをオンにできるビデオ会議機能です。 随時録画されており、追いかけ再生ができます。再生バーを動かすことで、前に戻って聞き直したり、早送りをしたりすることができます。ライブボタンをクリックいたしますと、リアルタイムで進行中の場面に移動します。再生に問題がある場合は、一度ご退出していただき、再度参加し直してください。また、一方的なプレゼンテーションだけでなく、ご参加いただいている方々の質問を受け付けることができます。 画面右横にライブイベントの Q&A という箇所がございますので、こちらにどんどん質問を書き込んでください。書き込まれた質問はすぐに開催者に共有されます。視聴者の皆様からは誰がどんな質問をしているのか見えなくなっておりますので、匿名でも構いません。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまず、Azure 広島ベースが一体どんな場所なのか動画でご紹介をさせていただきたいと思います。 スケール平島ベースでは、施設全体に地域で活躍されている若手アーティストの作品を多数展示させていただいております。働きながらアートを見にしていただける環境を整えており、多様な分野のアートを見にしていただくことで、自然とクリエイティブな思考が生まれてくると思いますので、ぜひ当施設へ足を運びいただけますと幸いです。それでは、本日のアートセミナーのタイムスケジュールをご紹介させていただきます。 テーマはオンラインギャラリートークアーティストを知ろう話そうです。今日はアーティストの皆様にお集まりいただいておりますので普段は聞けないようなことをたくさんお話ししていただこうと思います。どうしてアーティストになろうと思ったのかというところから現在までのアート活動についてなど皆さんが気になることをじゃんじゃん聞いていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。そして本日現地にはアジュール広島ベースの アート展示をキレーションしていただいております多面対合同会社の山本様と作品を展示していただいている3名のアーティスト様にお越しいただいております。皆様本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますではまずご登壇いただいております皆様のご紹介からさせていただきたいと思います。はじめに多面対合同会社の山本さんより自己紹介をお願いいたします。 はい、ご紹介ありがとうございます。タナメン隊の山本勲と申します。第1回のアート思考のセミナーの時も話題提供させていただきました。よろしくお願いいたします。私なんですが、広島生まれで、高校まで広島で過ごした後、大学就職と広島を離れておりました。その後、3年ほど前に広島に帰ってきて、今は美術のアートマネジメントの事業を展開しております。 で、あの、まあ、専門等を見ていただくとわかるんですが、まあ、大学の時は地理学専攻でしたし、まあ、高校の時は国際コミュニケーションコースという、ま、あの、英語を使って海外の人とコミュニケーションしようみたいな感じのことをしていたんですが、ま、ビジネスの分野に関わるようになったのは就職してからです。 で、あの、まあ、あの、アートの島、直島という島で、まあ、仕事は実は米を作っていたという、これも話せば長いんですが、で、そこからま、あの、現代アートの最センターみたいなところに、まあ、あの、裏方として少し関わったりしていまして、で、そこから広島に帰ってきて、で、まあ、ちょっとあの、いろいろありまして、あの、若いアーティストと出会う機会があって、で、話、あの、 なんだろう若いアーティストって何だろうってよく分からないような感じもあったんですけど、話聞いてるとなんかすごい面白いことをどうやらしているなということと、あと広島にはどうやらよその街よりもかなりたくさん若いアーティストがいるなということがなんとなく分かってきまして、なのでまあなんか彼らと一緒になんか授業ができるんじゃないかというふうなことで、えっと、いろんな展示企画とかをさせていただいております。よろしくお願いいたします。続きましてアーティストの有田さんの自己紹介パートについても山本さんお願いできますでしょうか はい。あの、本日は、あいにく都合によって、あの、有田大輝、まあ、前回の後志向のセミナーの時もお話しさせていただきましたが、ちょっと、あの、今日都合により参加できないということで、あの、後ほど,ど、あの、事前に収録した動画で、あの、本人の活動を紹介したいと思います。で、あの、改めてなんですが、有田大輝は、ま、同じく広島生まれで、高校まで広島で過ごしていました。で、ただそこから、あの、アメリカの大学に進学をしています。えっと、アメリカのアラバマ州立ジャクソンビル大学の芸術学部で、グラフィックデザインを学んでいました。 で、あの、そこから日本に帰ってきて、しばらくあの別の仕事をしていた時期もあったんですが、えっと、ここ5年ほどアートの道に、えっと、関わって制作をしております。はい。で、えっと、有田もですね、あの、広島を拠点に活動しているんですが、まあ、アーティストとして活動を本格化するきっかけとしては、あの、海外で作品を発表して、 行く中で、逆に自分の広島、地元広島について説明を求められたりだとか、そういった特徴みたいなものに海外に出る中で気づいていったということで、今は広島、特にカタカナで書かれるような被爆都市としての広島としての歴史と、あとは千羽鶴という、えっとえっと、祈りだとか平和の希望、 平和への祈りの象徴として広島に捧げられるような折り鶴をまあ絵画に使っていくという中で、その折り鶴というものであり象徴がどのような意味を持つんだろうかというような問いかけをするような作品、あるいはまあ本人は音楽が好きということで、えっと、音楽のリズムとかインスピレーションをそのまま絵画にぶつけるような作品を並行して展開しているというアーティストになっています。海外での作品発表も継続しながら、国内でも作品を発表しながらというアーティストです。はい、よろしくお願いします。 山本さん、ありがとうございました。続きまして、松本さんより自己紹介をお願いいたします。はい、えー、ご紹介に預かりました、松本千里です。えー、現在、私は広島一立大学芸術学研究科、博士後期課程に在籍しております。えー、大学では、染色の技法や歴史を学びながら、主に絞り染めを研究し、作品を制作しております。 えー、絞り染めというのは、えー、布を糸や板で縛って、色を染色して巻いてある糸を解いて、で文様を出すという技法で、こう、藍染めをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。ですが、私は、えー、色を染めずにそのまま立体を残して、えー、立体的な作品にして、何、えー、て言うんですかね。 立体を残して、えー、凹凸をそのまま作品に残すということを展開しています。えー、文様表現ではなく別の表現がないのだろうかということを模索しながら様々な場所で活動をしております。どのような表現であるかは、えー、作品の写真をご紹介しながらご説明できればと思っております。えー、現在は広島を拠点に関西、関東を中心に作品を発表しておりますが、えー、今年の10月、 広島市内にあるエビデンギャラリーにて大型の作品を展示する予定ですので、えー、今日のお話でご興味持たれる方がいらっしゃいましたら、えー、見に来てくださると幸いです。本日はよろしくお願いします。はい、松本さんありがとうございました。続きまして木村さん自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と彫刻家の金村翔だと申します。えっ、ー、と自分はあの同じく広島市立大学の彫刻 を専攻してそのまま院に進み19年にえと彫刻を卒業しました。でそれから3年ぐらいはしばらくフリーで今活動しているところです。えー、ま主にえと彫刻とま絵画両方とも手掛けてましてえと彫刻の方は縄をモチーフにした作品を主に作っておりで絵画の方は電柱をモチーフにした作品を作ってます。まああのこの両方とも絵画やら彫刻やらそのいろいろ生き生き こで渡っていきながら、まあ、作品をこうやって作っていくのは自分の、まあ、この3年ぐらいそういう感じのスタンスで作っていたところなんですけど、まあ、主にえと他にも彫刻作品はえーとアートの島、直島のところに4メートルの大型作品を常設展示しておりますので、もし直島に行く際にしたらその本村湖というところにその作品が置いてありますので、まあ、こう回っているときの,のついでというか、まあ、なんかこう道の なんか脇の方にこうああったって感じで見つけていただけたらすごく嬉しいなと、その発見とかが嬉しいなと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございました。では、続きまして、古川さん自己紹介をよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。えー、古川良子です、えー、兵庫県出身で、えー、広島現在は広島市立大学の博士前期課程2年に所属しております。 油絵線香っていうところに所属しているんですけれども、現在はアクリル,ガリル絵の具を使って布にこう染み込ませるような表現を使って制作しております。現在、Azure 広島ベースでは3階に小さな作品を、えー、展示させていただいております。出身は関西なんですけれども、大学でこっちに来て、こう広島のアーティストの方だとか、アートシーンに触れるに,につけて、こう地元とちょっと違ったような。 アーティストの方との振り合いを受けて、ちょっと刺激を受けているので、今回お話できることを楽しみにしておりました。本日よろしくお願いいたします。はい、皆さん自己紹介ありがとうございました。今日はいろんな経歴のいろんな分野のアーティストさんにご登壇いただいておりますので、アーティストの皆様になぜアーティストになったのかというお話から、今の作風に至るまでや作品のご紹介まで、 お一人ずつお話をしていただこうと思いますではまず有田さんの録画映像からご覧いただきたいと思います皆さんこんにちはアーティストの有田大輝ですまずどうしてアーティストになったのかというところをお話ししますはい、えっと、幼少期よりですね、漫画や絵を描くのが好きで本を借りるときは表紙のデザインで選ぶ子供でした 高校になって美術部を進められて絵を描いて入賞したことがきっかけで美術の道を進むことに決めました大学はアメリカでグラフィックデザインを学びました帰国後デザイン会社や公務員などを経て本当に自分にやりたいことは何なのかっていうのを考えながら過ごしていましたそこで現代アートで有名な香川県の直島 にあるベネステハウスという美術館兼ホテルというホテルの施設で就職が決まりましたそこで3年間現代アートいろんな現代アートに触れて美しい瀬戸内海の中で仕事をする中で感性が刺激されて自分も何か作りたいというふうに感じて絵を描き始めてアートの道を歩み始めました続いて現在の作風に至るまでのお話です 当初はですね、えー、直島の風景が職場の上司の似顔絵とか、えー、自分が好きなミュージシャンとか芸術家を描いていたんですけども、えー、その後ですね、えっ、ー、と、アート活動を本格化させるために、えっ、ー、と、直島の仕事を退職して、えっ、ー、と、アート本場で学ぶ,学ぶために、ヨーロッパに投稿しました。そこでですね、えー、ドイツやイタリアの、えー、芸術祭とか、えー、ギャラリーや美術館を見てまいりました。 自分はです、ね、ドイツの首都ベルリンに4ヶ月ぐらい滞在して制作する中で自分のルーツである広島を意識し始めて原子爆弾投下後に降り注いだ「黒い雨」をモチーフにした作品を発表しましたそれによって核兵器使用後の恐怖をです、ね、言葉とともに伝えました日本に帰国後千羽鶴やその焼却灰などを火災として 再利用した絵画やインスタレーションを制作し始めましたそのような作品は故郷広島で起きたあの参加に参加についてえと伝える目的やそこで生まれた自分自身についての自画像にもなりますまたロック音楽から着想を得た絵画やインスタレーションもそれと並行して制作しています最後にですね展示作品の紹介と位置づけ をご紹介します。まず自分の作品は2階のフロアにですね、全9点が展示されています。皆様にですね、注目していただきたいのは、えっ、ー、と絵画はですね2、2点ほどあります。まず受付前にある絵の「Taking off 皮というちょっと大きめの絵画なんですけども、そちらは自分で折った銀色の折り鶴をつらねて、えー、と貼り付けた抽象絵画です。 まあ青やですね、オレンジや黄色などの色がですね、ダイナミックにうねっているあのエネルギーをです、ね、感じていただける絵に仕上げました。まあ、皆様の、ガ、えーディスの絵の持つパワーにです、ね、共感していただけたら嬉しいです。次にですね、受付の横にある、えっと、スタンダードフィッティン、はみ出してなじめという、えっと、絵画シリーズがあります。そちらはですね、ロック音楽の 歌詞からですね着想を得て制作しています。キャンバスの木枠からはみ出した絵画です。この作品を通してですね、時に既存のルールからはみ出して、自分らしく自由に行動する大切さを伝えたいと思っています。自分にとって千羽鶴や折ルは生命や再生とか東洋的な象徴であり、一方でその焼却灰は死や破壊を象徴している。 と考えています、まあ、それらを素材として利用することで生や死破壊と再生などですね広島や人類が普遍的に経験してきた事象を対して、えー、伝えていますはい。それではですね現場の皆様へお返します 有田さんは本日ご都合が合わずご登壇は叶いませんでしたが、ぜひ皆さん、アジール広島ベースへ作品を見に来てくださいね。それでは、まず松本さんのお話をお伺いしてみましょうか。松本さんよろしくお願いいたします。はい。私がアーティストになったきっかけは、大学で布を扱った課題をしたことです。これは作品なんですけども、 先ほど言ったように、絞りを染めずに、そのまま形を残して、えー、この体に巻きつけて、腕を動かすことで、絞りを伸び立たせるというような作品を作りました。これをきっかけに、えー、素材や人が残していた技法をもっと知りたい、それを使って作品を作りたいと強く思うようになったのが、活動の始まりです。次お願いします。えー、先ほども申、えー、現在の作風に至るまで、 先ほども申し上げたように、従来の表現とは違うことをしたいというのが念頭になり、ありました。これは壁面に絞りを染めずにそのまま固定した作品です。えー、絞りの凹凸は、芯材などは使わずに、そのまま、えー、布を引っ張ったり、たるませたりして、えー、素材の力で造形しています。展示場所が、これは駅の構内ということもあって、 美術鑑賞を目的でない人にも楽しんでほしいと思い始めたのがきっかけで、ここからさらに造形が変化していきます。次お願いします。えー、これは絞ってない布の部分からポツポツと絞りが湧き出て、こう地面に向かってギュッと絞りがすぼまっていく、ロート型の360度楽しめる作品です。えー、布を絞っていくと圧縮されていって、 それを圧縮されていくので、それを利用して布の面積や絞り方をオリジナルに工夫して自然な形を作りました。えー、この作品から、えー、と作品を壁面に飾るという展示方法からも開放されていきました。次お願いします。これはですね、えー、絞る工程や行為をその表したパフォーマンス作品です。 中に、これ私ですね、作者が入り込んで、布の外側を絞っていくんですけど、先ほども言ったように、布がどんどん圧縮されていって、狭くなって、身動きが取りにくくなって、その動きが波のように絞りを動かしていくというような、いそぎんちのような作品です。えー、最終的には、これは作者がどんどん狭まって、外に出れなくなって、えー、群衆の山に押し潰されてしまうという、 なんかこう、人間が作り出した行為なのに、最終的にクリーチャーのようなものが生まれてしまうというような裏メッセージも込められています。次お願いします。えー、これは学校で使われている箱椅子をに絞りを絡めて、宙に浮かせたインスタレーション作品です。こう木の根を持ち上げた時に、岩や土をこう引き上げて持ち上げている姿から、えー、インスピレーションを受けました。 布っていうとこうかけていたり着ていたりしていないと布単体では自立できないっていうデメリットもあるんですけど逆に捉えれば空間に入り込める柔軟性を持った他の素材にない良さだと私には思っていて今まで見ていただいた作品は技術や素材はそのままで表現方法だけを変えていますそれはなぜかっていうとこの 伝統工芸っていうようなイメージから抜け出して新しく自由なものにしたいという思いからやっていました。次お願いします、えー。これは動画なんですけども、現在はこのように絞りを動かすことをやっていて、より生命感を出そうとしています。これはマイクロソフトを使って、えー、プログラミングをして動かしていますこう。今までと同じやり方というか、同じ範囲だけだと、 新しいものが生み出せる可能性っていうのがどうしてもやっぱ低くなってしまうのでその工芸と工学という領域を超えた活動も今後していきたいと思っています。次お願いします。えー、最後になりましたがこちらが今回展示している作品の写真です。えー、広島の街に多くかかる大小様々な橋っていうのをこのかかる木で抽象的に表現して それをベースに人々の生活や活動の息吹が広がっていることを表現しています。特にこのアズーレ広島ベースでは、広島の街や大通りの人の流れがよく俯瞰できるような場所です。ここから新しい活動の息吹が始まっていくことを願って、流動的につながって渦巻いていく形が外へ外へ広がっていくことを造形に込めて制作をしました。 以上で私の作品の発表は終わります。ありがとうございます。はい、松本さんありがとうございました。それでは続いて木村さんにお話をお伺いしてみましょうか。木村さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。えっ、ー、と、自分の彫刻と絵画、まあ今回そうやって分かれていて、今回展示しているのは絵画の方なんですけど、まず最初に彫刻の方から説明していきます。自分は彫刻の特に木彫、木を彫る木彫りの方の 手法を用いていまして、こちらの作品はその縄をモチーフにしながら、で形の造形は主に、えー、と船の竜骨、キールの部分と掛け合わせた作品になっています。まあ、この作品のタイトルは「牛をというタ,、えー、タイトルもある通り、えー、縄でその海のうねりやらその波の流れといったものをこう表現できていけたらいいなと思いながら制作していきました。こう縄の,その絡まった様とか その生の一つ一つの節目の形の、その、こう、隆起した形とか、そういう凹凸が柔らかい雰囲気というのが、ちょうど自分が普段見ていた、そういう川の流れ、海の、そういう,こううねりの形とかと、すごく親和しているところがあるなと思ったので、これはかなりいいモチーフを選んで、自分でも手応えがある感じに作っていっているところですね。かなりこの作品は、あの、 写真に見るとちょっと小さくように見えるんですけど、これ2メートルぐらいある作品で、今そのアートのその直島のところに飾ってある4メートルの作品をさらにちょっと半分に縮めた作品として、まあ一、一応こう持ち運びができるけど少し重たいって感じの作品ですね。次お願いします。はい。えっ、ー、と、こちらの方は先ほどの作品のよりか長野がちょっと細く、 してまして、より見応えがこう凝縮された形の作品になってます。でこの作品は、まあえー、と鑑賞するのは結構全方位からできるってわけではなくって、どちらかといったらこうショーウィンドー越しにこう見えることを意識した作品として作っていきました。でタイトルにある「あけぼの」というタイトルの通り、こり、日の出というか、ちょっと目が吹くといった形のまあ 新年というよりか、こう、新学期の頃ですね、3月頃に展示したので、その辺のあたりを、こう、ちょっと意識しながら作った作品ですね。次、お願いします。はい、この通り、ちょっと遠くから見ると、こういう形で、こう、道行く人、かなり岡山駅の地下のショーウィンドウなんですけど、まあ、こうやって見ていると、かなり人通りが多いところに、あ、なんだ、あれは、って形で、こう、驚きというか、発見があるといい作品として作っていきました。今回のは、まあ、 彫刻単体もですけど、その奥の方にある絵画の赤がよりこう引き立つような形をこう意識しながら、なるべくこう色彩のインパクトをこう残していきたいなと思って,って作っていきましたね。まあ、こうちょっとこれ、搬入している時にこに、道行く人とかに、あこれなんだ、これはって、こいつにやって、これ、あナスだって言われて、ナスじゃないなと思って、やっぱりナスにもう今見えるから。 タイトル、あけぼのじゃなくて、なすにしようかなって、も思ったりしますね。もう、あすいません。じゃあ、次、お願いします。はい、こちらは今、ここのコワーキングスペースのところに飾ってある作品です。えっ、ー、と、これは、これ自体は1 0 0を2年ぐらい前に作った作品で、それを再構築して、今回、こちらの方に展示することにしました。なるべくこれも大きい作品でしたけど、あのー、カットしていきながら、こう、持ち運びがしやすい作品として作っていきましたし、 この電柱を、まあとでいろいろご説明していくと思いますけど、その電柱をこうモチーフにしていきながら、こっちの、えー、まあここのスペース自体から見える通り、あり、少し電柱が平和大通りにはなくって、それをこう意識していきながら、こっちには電柱がある、でも、外を見ると電柱がないとか、または平和大通りか南は昔、海だった、も兼ねて、こちらの作品とかもこう作っていったりしていきました。 まあ、あの、波にこう、埋もれていきながら、令和の初め頃にこう、作った作品なので、令和はどういう時代になるのかなと思いながら、穏やかな時代になったらいいなと思いながら、こう、していったんですけど、まあ、今このご時世なんで、もう完全にこう、こちらの見当違いなことが今起きてるなと思いながら、何が起きるかわからないなって思ってますね。次お願いします。はい、こちらも、あの、自分は結構電柱というモチーフがすごく好きで、 でもまあ、景観を害するとか、まあちょっと美観地区なりという形で、こうどん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 埋めたりなくしたりっていうところがあったりする、そういう,こう西洋的な、えー、と観点というのにちょっと抑え気味な日本があまりこう、どうなのそれはどうなのっていうふうに自分で疑問に思いながら、じゃあなるべくちょっと日本的なモチーフで、さっきの波のような感じで、こちらもちょっとこう、日本的な、とにかくちょっと日本人になんとなくこう受け入れられやすい。 まあそこまで日本人に受け入れてもらってから、じゃあそこからもう一回再スタート切っていこうっていう形で、この作品をこう作っていきましたね。今回のはそういう,こうスタンダードな作風となってます。以上で終わり,終わります。はい、木村さんありがとうございました。続きまして、古川さん、お話をお伺いしてもよろしいでしょうか。 よろししくお願いします。私が美術の道を目指したきっかけっていうのが子供の頃物語を作る人になりたいと思っていたところからでした小説家とか絵本作家になりたいなぁと思っていて特に絵本を作る人になりたかったのでよく読んでたんですけどこう一番最後のページに作家の経歴っていうところにだいたい○○丸美術大学の油絵専攻って方が多かったんですなのでこう油絵専攻ってところに行けばとりあえず絵本を書けるし なので、あの美術大学ってとところを目指そうと思いましたで。中高と美術部がないところだったのでこう予備校に通って気づけば賛同して大学に入ったのでこの道しかないなということで今に至っております。 書いてる、えっ、ー、と、私はフィクションと絵画をテーマに制作していて、このフィクションに興味を持ったきっかけっていうのが、10歳の頃なんですけど、こう、家で本を読んでた時に、こうピンポーンって友達がこう来まして、りょこちゃん遊びに行こうって言われたので、まあ、いつも通り遊びに行って、一通り遊んで家に帰ってきた時に、こう、家の玄関のが開きっぱなしになっていて、あ、私、鍵書き忘れた、閉、えー、め忘れたんだと思って、 もしかしたら泥棒が入ってるかもしれないってちょっと恐ろしくなって、こう、ちょっと木の棒を拾ってきて、こう、いないよなって恐る恐るトイレとかおしれとか、こう探し回っても、もちろんそんな人はいなくて、でもその日からなんか誰かが入ってきたじゃないかってちょっと恐ろしい気持ちになって、階段をこう上ってくる音とか、寝ていて隣でド,ドサって音がしたら、 もしかしてあの時に入ってきたなんか幽霊みたいなものが音を立てたのかもって思ってちょっと怖くなりました。でもその幽霊ってのはなんか年齢とかそう性別とかなんか顔は具体的に思い浮かばなかったんですけれども長い間結構一緒に住んでるような感覚がありました。でもこう大人になった時にそんな ことを思ってててたたことなんんで、全部忘れて過ごしてたんですけど、ある時おじいちゃんが撮った写真を見た時にこの写真の中の人たちが私の家にいたのかもみたいな感覚に陥りましてその写ってた人たちっていうのはもう私と全然面識がなかったりとか、まあ、ご存命でなかったりまあ 生きていらっしゃったとしても、その時の姿をとどめている方は、すみません、いい方があのいらっしゃらなかったんですけど、すごく懐かしい気持ちになって、その写真をもとに制作を始めました。今、写っている写真は私の母がちっちゃい頃に手を挙げていたりだとか、次の、えー、とスライドお願いします。これは私のおじいちゃんがあの若い頃に写った写真です。 これを見ていて私もすごい懐かしい気持ちになったり、なぜ言ってないのに懐かしいんだろうとか、これを見た人が、なんか私もそんなこと人が入ってきたよみたいな体験をしたことあるとか、こう、懐かしい気持ちになるって言われたときに、私自身もこの体験した出来事が本当なのか嘘なのか、こう、わからなくなる瞬間があって、このフィクションと絵画に興味を持ち始めました。次お願いします。書いてるテーマっていうのが、ちょっと人によっては怖いと、 あのおっっしゃっていただけるる方もあののですがこのフィクションにおいてちょっと怖いっていう感情は大事なのかなと思っています。例えば、ホラー映画を夜中1人で見ていたときになんか怖くなって玄関の鍵閉め忘れたかな、どうだろう、でも今からこうソファーを立って、廊下を行って鍵を閉め忘れたところを確認するのが怖い、何もすくんで動けないって体験はよく私はするんです。ああとテテレビの奥にあるカーテンが ちょっと暗いけど、あそこに何かいないかなだとか、こう、私が想像して、この場にないものを作り出す力っていうのが、まあ、フィクソンだと思うんですけれども、それを私の絵を見ていただいた方にも、こう、再現できるようなものをしたいと思っています。え次の絵もお願いします。えっと、一人で、こう、ホラー映画を見ていたときっていうのは、この家の中、思われた中で、 液晶を見ているのか、その液晶の奥にあるこう怖い物語を見ているのかと、どっちだろう、私はどこにいるんだろうってことを再認識するんじゃないかなと思います。私、すごい、これはめちゃくちゃ苦手なので、こうジュラシック・パークとか見てるだけでも、あ、怖い、怖いって、夜も眠れなくなったりとかするので、より強く感じやすいんですけど、なので、そういうふうな効果ができればと思っています。えー、冒頭にあった通り、私はこう物語を作る人になりたいけど、なれない。 こうハリー・ポッターのこう J.K. ローリングになりたいけどなれないっていうこう劣等感から今の制作にしておりますので絵画でそここ超えないにしても対抗できるものができればと思っていますありがとうございますはい皆様ありがとうございましたアーティストとして多様な道を歩んできた皆さんだからこそこのようなあの素晴らしい作品を制作ができるのかなと思いますはいそれでは ここからはトークセッションのコーナーに移らせていただきたいと思います。アーティストさん同士でお互いの作品をどう思うかなど自由に対談していただければと思います。また、Teams ライブイベントの Q&A コーナーから皆様の質問もこちらで受け付けようと思います。お話の中で質問されたいことがあれば、どんどん書き込みをお願いいたします。では、山本さんに進行をお渡ししたいと思いますので、山本さん、ここからよろしくお願いいたします。 はい、ここから山本が進行を進めさせていただきたいと思います。えっと、今回の展示は、まあ、あのこちら Azure 広島ベースがこの3月に新しくオープンしたということで、まあ、そういったあの元々銀行店舗が新しくなったという、なんかそういう空間的な意味の更新だとか、あとはまあ広島あるいは平和踊り沿いというこの立地にまあ何かしら関係があるような作品を制作している皆さんをの作品を展示したという。 次第でして、あの、ま、今見ていただいたように、この4名とも、あの、広島だけじゃなくて、まあ、各地の、ね、全国各地の展覧会とかで、えー、ご活躍ということで、はい、あの、広島の若手の期待の星の皆さんを、あの、お招きしたという次第でございますので、はい、ここから自由にあの、お話をしていただこうと思ってます。で、あの、今は、あの、直近で古川さんからお話ありましたけど、まあ、一番最初、ま、絵本作家を要償、 昨日ちのころは憧れがあって、そこからそれを目指してとていうお話がありましたけど、どうですかね、木村さん、松本さん、まあえー、と今回、皆さん専門が、古川さんは絵画で、木村君は彫刻で、松本さんは染色ということで、ちょっとバラバラなので、はい、あのどうして彫刻だったのか、どうして染色だったのかというお話をいただいてもいいでしょうか。じゃあ、かかからいきままししょううね。わりました、えーと。なぜ彫刻とと、まああのー元々 僕が絵画の方に行きたくって、でまあ、絵画の方でまで、あ、予備校の方に行ってたときに書いてとかいろいろしていったんですけど、まあ、ちょっとそのあると時そのその時予備校の先生に、いや木村、あのー、絵画、油絵か、油絵、ちょっとあの高いぞ、絵の具がって言われて、高いんですかって,っていう感じで、いや、まあ、あれも結構かかるけど、私もやっていって、どんどんかかるやろって感じで言われて、じゃあどうしたらいいですか、なかからないのって,言って。 彫刻はえ彫刻はって言われて、彫刻ですかって,って。彫刻があったら粘土、いくらでもサイクルできる、サイクルできるけいくらでも作れる。で、上手くなる。どうやって言われて、はいって感じで、もう二つ返事でやったんですけど、まあ、これ、彫刻も彫刻で、まあ、もともとやらなかったのを、一からこう自分で身を、もう手探りでやっていったから、まあ、難しくて、で、ボロクソに言われて、で、そしてまあ、とうと一浪もして、で、ようやく大学に入ったっていう形なので、 まあ彫刻って結構もう、僕、あんまりこう、これっていう意思があんまりなく進んだ状態なんですね。いつの間にか彫刻になってた、で、未練たらたでちょっとたまに絵画も描いてるって感とうざじです。 松本さんはお店に見れんたらたらっていうかそういうわけじゃないんですよね。<laughs> ちょっと特殊ですよね、君らの場合は。<laughs> 私はなんかこう絵ももちろん描いていたんですけど、こうなんで刺繍とか編み物だったりとかマフラー編んでいたりっていうなんかおばあちゃんがやっていたのをその小学校上がる前から一緒に見ていて、えっと縫いぐるみとかなんか作っていたのもあったので、なんか張り切るをはなんかこう身近にあったというか、なんか。 傾向してあったので、なんかこう、染色っていう大学に入る時も、よっしゃ、染色やるぞっていう感じじゃなくて、あ、あるんだ、ちょっと興味ある、行ってみようっていう感じで進んだので、なんかこう、ハードル的なものは私は低かったかなっていうのがありますね。 はい、なるほど、ね。ありがとうございます。今日はいない有田さんなんですけど、まあ、先ほど動画でもありましたけど、有田さんは大学は確かにアメリカの大学の芸術学部にいたんですけど、まあ、本人があのいつもキャリアを紹介するときは、あの大学時代のことを一応やっていたけれど、本格的にやり始めたのは、直島で周りの人の絵を描いていたらちょっとなんか調子が出てきて、そこからやっぱ俺はアートだなって、アートを始めましたみたいなことを言ったりするんですよね。では皆さん あの同じ大学の一律大学の芸術学部ですけど、でまあ、確かに広島だと一律大学の芸術学部出身のアーティストさんっていうのは確かに多いですよね。ただ、まあ、かといっても別に美大とか芸大を出てないとアーティストになれないっていうわけじゃないですよね。はい、か時々あの、アーティストってどうやったらなれますかっていうふうになんか相談を受けることもあったりするとある,あるんですよ。でまあ、それは本当にあの今聞いていただいたように人それぞれのなり方とか、 あ、意味の進め方があるんだなというふうにご理解いただけたらいいかなと思ってます。で、ちょっとその流れで皆さんあのなんだろう。アーティストすらデビューというか初めての作品発表ってど,どの辺になるんですか？古川さん、確かあれですよね。横側のそうですね。 あの初めて一人で個展,し個展を行ったっていうのは、横側にあるあの本と自由っていう本屋古本屋さんで、あの先ほどお話しした、小さい頃にあったちょっと怖い話っていうか、それをもとに小さい作品を展示して、で在学中、それがえっと3年生の時だったので、そこからいろいろ広島市内で展示をさせていただいて、今に至るというようなところですデビュー、私の場合は、えー、なんていうんですかね。 ところどころ広島でグループ展望してたんですけど、そのアーティストだとなんかちょっと自覚し始めたのが、その駅の構内で、えー、さっきご説明した写真の作品があるんですけど、そこでこう見てる人に対してど,どう見られてるのかなとか、こう自己満足だけじゃ解決できない問題っていうのがいっぱい出てきて、あ、それをじゃあどう成立して、どういうふうに見せたらいいんだろうっていうことをなんか強制的にちょっとハッと気づかされたっていうところから、 あ、責任持ってやらなきゃダメだっていうふうに思い始めたのが始まりだったかなと思ってます。あれは東京でした。六本六本木。本木で東京の六本木ですね。うん、もうめっちゃ緊張しました。ですよね。みんなおしゃれな人いるしみたいな。<laughs> そういうなんかこう外で出てやっぱり意識したっていうのが私はあったんですけど、うん、木村さんはでもやってましたよね広島とか。そう広島でもう14年の時にまあグループ店で急一銀のところでこう。うん やってはいたんですけど、結局在学中、これといってそんなスタンスなくって、まあんまり自分でもまあ客観的にそんなに芽が出たような感じでいたような大学生活ではなかったが、あこれどうしようと思って、これは就職かと思って、就職活動するかも、これダメだなと思いながらで、なんかちょっとネクタイ締める感じの仕事みたいな、ちょっとこう、触りやったんですけど、もう全然ダメですよ、それがもう、ダメってすぐ自分で思って、あ この瞬間ですね。あ、多分自分は、この絵描いたり、彫刻、唯一の世界にどっぷり使った方が多分長生きできるだろうなって思って、もう自分、人の絵って増えてみたいな形で思った。だから、結局やっぱり大学出てからです。今、出た時に何の支援もない状態で、でも人の助けはちょっとずつありながらっていうので、自分は、あーアーティストか。 思いましたなるほど、なるほど、先ほど、龍骨の彫刻の青い作品に、ちょっと手応えを感じたみたいなお話あったと思うんですけど、どどあれはいつぐらいの作品になるんですか、ね、あれ、ねあれ、元は2020年、去年の時にこに大急ぎで作っ1か月ぐらい作った作品、で、それをもうちょっとこうクオリティを上げたのが、まあ、今年の1月頃っていうふうにやった感じですね。うん、なるほどなるほど,ど,どうです、手応えっていつ頃感じ始めたとかって。 あります手<応>えすか,なか,なんかじ制作している時はなんかまあいつだろうなんもう妥協しても締め切りがあるんでもうここを諦めよう,もうとりあえず完成させよう100点じゃなくても完成させなきゃっていうのがちょっとまあ恥ずかしいんですけど妥協妥協っていうのがやっぱりあ,ある中ででも見る人にとってはあこれ素敵だねとかこういうところがあるよねっていうふうに感想をもらえることで。 あちょっとずつ、なんだろうな、ダメ、ちょっとダメだと思ってたけど、ちょっとずつ、なんかあ、見てる人に対して、ちょっと影響を与えられているのかなと思い始めてから、まあ、なんだろうな、手応えというか、そういうのを感じ始めたのかなというのはあります。うん 私としては手応えは全く毎回毎回全く全くというかほとんどない方なんですけどそれでもあの油絵線香ってところにいると油絵を使ってこういわゆるキャンバスっていうよく一般的に売られているものを使って描いていたんですけれどもじゃないこう布とアクリル絵の具ってことを使ってこう染み込ませみたいなものをこうやってる人はいっぱいいるんですけどそれを自分でこう順番を持って こう見つけたときっていうのは、あこれを続けていけたらいいなっていうことと出会えたときには、その出会えたっていう手応えはあったっていう感じです。なるほどなるほど,どうです松本さん、その絞りを、まあ、その伝統的なやり方にプラ,プラスアルファで加えて、まあ、新しさを表現していこうみたいなお話ありましたけど、なんだか、そのやり方に定まっていったのって、どういうタイミングの、どういう流れだったんですかね。えっと その大学に入って、やっぱ一応基礎っていうのを一通りやるんですよね。折ったりとか染めたりとかっていうのをやってたりするんですけど、その時に技法自体はなんか純粋に残ってて強いものはあるんだけど、表現自体がなんかこう更新されていないというか、なんかもうみんな見てる前であんまり言うのはあれなんですけど、なんかこう表現がとどまってるまんまだなと思ったんですよね。そうじゃなくって、この技法を使って、 今、現代の新しい表現っていうものができた方がもっと幅が広がるし見てくれる人も多いんじゃないかって思い始めたのが、まあ、きっかけというか事の始まり地獄の始まりみたいな <laughs> 感じで <laughs> <laughs> なかなか自分で道を切り開いていくのは地獄の面もつきまとい。資料もないんでとにかく手探りでやっていくしかないんですよ。その中で見てくれた人の反応がある意味アンサーなのかなと思ってやってます。うん どうですか、木彫の目目の方は、木彫、はい、っていうとね、やっぱり仏像を彫るとかも、そういうのがまあ伝統としてはずっとある中で、自分なりの表現だとか、新たな表現みたいなのっていうのは、どういう風に作っていっているとかっていうのは結構、木彫はその手段が限られてるし、道具もかなり限られてる、で素材もなおさらマイナスの作業だから、もっと限られてる、あるか意外とこれが真新しさが結構少ない。 あのモチーフなんですよ、あれ自体は。でそれに加えて素材自体はひびが割れたり、カビが生えたりとか、結構虫が食っていたりっていう感じで、ちょっとこう難しい、コントロールしづらいあの素材なんで、でまあ、それに対してはやっぱり伝統的な古典的な木彫技法、木彫りといった形でやっ,ぱやっていくのは、今のところ、まあ、完成された形態、ある意味、その鎌倉の時にすでに完成、一度、完成を日本は迎えているんで。 多分、そこからの技法がほとんど正しいというか、まあ、最も効率がいいやり方っていうふうにやってはいます。だったら、そのモチーフを何をするかっていうところに、今度自分の発想は、そっちの方にこう向かっていく形で取り組んでるなっていうふうに思いますね。 今、あの、目標はまあ削っていくみたいな、マイナスみたいなお話ありましたけど、まともとその選手合はた足していくっていうことにある、ね、そうですね。はい、もう本当、自分の場合は、絞りをつけて、増やしてっていうことで、とこう、本当に足し算の仕事になっていくんで、<う>どっちかといえば、切りがないというか、<laughs> <laughs> どこを着地点として定めたらいいかっていうのを、まあ、毎回迷いながらやるんですけど、そう思うと、なんか、木彫りって、なんか、マイナスというか、 減らすすっていう作業ですよねあの。木彫りの作業、本当、その通り減らす作業なんですけど、うん、これもまたこ切りがなくなるときがやりすぎると、<laughs> どん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 小さく小さくなっていって、思ってたのと違うって感じになってしふ普段もそうなんですよ。あやりすぎたんだったら、もうどうもならないから、もう怖いと思って、っこう恐る恐るブレーキ、ブレーキ、どっかでかけていかないと、これは大変な素材だそうだ <laughs> もう,そうやり直しはまあ、効かないですよね。はつけ 減らしてもつければみたいな感じなんですけど、ああ割と一発勝負なんですね。なんか染み込ませるっていう意味でも、すごい一発勝負な感じがするんですけど、そうですね、本当にあの二度と戻る、まさ、あ、に戻ってくんじゃないっていうところで。あの しょッ,ッってこうなんか、出張してやらなきゃいけないんですけど、私の場合使ってるやつが本当にあのすぐ取り替え可能な布なので、もし失敗したらもう急いで湯田屋に行って、布くださいって言って <laughs> <laughs> あの皆さんがよく使われてるようなこうキャンパスを <laughs> キャンパストートとか作られるあの布に書いてるので、もう本当に瞬間入れ替えてっていうところで。 あそうす,すごい作品数です,ですかね。布を問屋さんみたいな料理になります。みたいな <laughs> ろしあとあ、今、今、稲荷さんで言うと、まあ、へ同じ平面で抽象、まあ、作品ではあるんですけど、彼の場合あの、層を積み重ねていって作品を作ったりするんですよね。一番下にあのオリ をあの混ぜ込ませた絵の具みたいなものを一番下に塗って、その上に色を塗り重ねてみたいなことをするので、まあ、その意味で言うと、ちょっと足し算的なところはあるんですよね。うん、古川さんはあれですね、一層だけというか、あんまり筆数は多くないんですかね、作品数。そうですねあの、まあ。その自体はちょっと重ねてはいるんですけど、うん、すごくすごく薄く溶いた絵の具をこう染み込ませているので、あの目に見えてこう立体的なこう影が落ちるぐらいの絵の、M、具は使っていないですね。でも、その代わりというか、 こう私はちょっと描く、貼る前によく、すいません、と木枠というものにこう布を貼ってあの絵になっているんですけど、貼る前に書けるので、その私みたいな薄いタイプはで、自分で大きさを決めることができるので、まあ、ちょっといい,いいところかなと思います。なるほど。 そうですね、いた後好きに <laughs> そうです、ね、それって、まあ、っ普通はですね、普通は先に貼って、この四角の中でどう作品を<う>まあ構成していくかみたいな、うんまあ、そうですね、私が結構コントロールできるってところでは、まあ、い,い,いいところかなと思って、うん、大きくなっても私、たかが壁にかけられるんですけど、二2人とも結構大きい作品を作られたりするじゃないですか、どうやって設計されていくんですかね。

せっせしというかねあの,あの依頼してくれる人あのこんな作品できますんでっていう提案をしに行こうと思った時があったんですけどいやしたいとか僕ないんですよねみたいな中でそのそういう中であの書いてってすぐに <laughs> そ急、ね、い,いで書いてすぐ切ってこれですってい、ね、そうそう直線で書いて引きずする、うん、<laughs> 感じどうですかいいよって言ってあいいんですか、はい、<laughs> じゃあいつももう木の丸太が目の前にあってイメージしてやってく感じなんですねもうやっていきながら失敗しいし ままあこれもまたって感じでう性を生かしながらで出来上がった作品をあのスケッチするき<ー>たのもう,そう,いうオブジェみたいな形でこう描きながらっていうのはやったりとかするんで最初描いてると結構頭でこうがんじがらめに固ううまってしまってだんだん描いてていいの浮かんでもいやこれ木だったらどうなのって感じでこう自分で急に冷静になってしまうから、ねね、なるべくなるべくこうバカさ加減はちょっと自分の中で入れておかないとまずい。 ちょっと分かります。私も一応ま,たまっさらなわけじゃなくて一応こういう風に流れを書いて、うん、こういうイメージを作ってっていうふうにはするんですけどだいたいその通りにはならなくて、うん、っていうのがなんかこうあ偶然性っていうのをよく拾うんですけど、うん、こ,うあこういう流れができたあここにもこうつながってエ、えースキスイヤーみたいな感じで、うん、結構自由な形にのびのび作った方がいい作品が生まれることっていうのが多くあって。 なんかこう計画通りにいつも行かないで、大きくなっちゃうみたいない、自、ね、覚 <laughs> <laughs> に限られてると、それで勝負しないといけないんですけど、うん、なんか大体あれ、規定より大きくなっちゃったっていうのが、常々ありますね。結構、古川さんのそういう意味じゃ、大きく大きく、<laughs> まあなんか作ってるとこ見たことあるんですけど、すごい大きな大きなところであって、うん、それから、 どういうこトリミングっいうかそう。そうですね。ここそれも偶然というか、ある意味、あ、できたっけここっていうふうにするのは。そんな感じがとても多いですね。なんか。ダックで染み込ませとか、なんか、乾く、こう、風向きによって、こっちに。うこ<ー>が溜まったりとか、するんですけど、なんか、その理不尽さも結構、私好きで <laughs> <laughs>。あ、なんか、なんか、思い通りいらないみたいな。これも結構、いいなと思って、そこから、こう、一枚の紙から、まあ、二つの絵が取れたりとか。結構面白いなと思ったりはします。うんうん、なんか、こう、偶然性の拾い方って、なんか、人によって、さまざま。 ですよね。なんかかっちりしたいっていう人と結構もう風に揺らぎながらとかあいい感じと思ったら突き進んじゃうとかなんかいろいろ作家も作品できるまでの工程っていうのがバラバラなのも面白いなと思ってます。 なかなか作品、完成した作品だけを見ると、ああ、こんなもんかというふうに見てしまいがちなんですが、なかなかね、一個の作品ができる前には様々なそれぞれのストーリーとか作り方があるんだなということがお分かりいただけたでしょうか。はい。はい。皆さんありがとうございました。私も入って皆さんとちょっとお話ししたいなと思いながらですね、聞いてましたが、とっても貴重な対談だったかなと思います。クリエイティブな気持ちが湧いてきました。はい。では、ここから。 皆様お待ちかねの Q&A コーナーに入らせていただきたいと思います。どんなことでも構いませんのでご質問をお待ちしております。質問を募集している間に私から再度 Q&A の利用方法についてご説明をさせていただきます。Teams ライブイベントではご参加いただいている方々の質問を受け付けることができます。画面右横に ライブイベントの Q&A という箇所がございますので、こちらにどんどん質問を書き込んでください。書き込まれた質問はすぐに開催者に共有されます。視聴者の皆様からは誰がどんな質問をしているのか見えなくなっておりますので、匿名でも構いませんので、たくさんのご質問をお待ちしております。また、多面対合同会社様やアーティスト様との交流会への参加募集を行っておりますので、こちらの QR コードより ご応募をお願いいたします。合わせてアンケートにもご回答いただけますと幸いです。それでは質問がどんどん来てるみたいなので、ちょっと開いて参りましょうか。まず、アーティストさんへの質問ですかね。えっ、ー、と、仮にアーティストを 目指していなかったとしたら、どんな道を歩んでたと思いますかというところで、皆さんいかがでしょうかちょっと難しいかもい。どんな道があったかな私はちょっと冒頭に言った通り、物語を作る人になりたいと思ってたんで、なんかちょっと詳しくわからないですけど、芥川賞とか、なんか奈良賞みたいな。<laughs> 本当に目指しては、こう文章を書けないってなってたと思います。<laughs> 私は割となんかこと動物とかが好きだったので、なんかこう昔、友達もど動物好きな子がいて、一緒に11歳になれたらいいねみたいなことを話してたのがぼんやりあって、もうそんな頭がもう全然なかった。<laughs> そこからなぜかこう、まあ、針仕事が好きだったっていうのもあって、まあ、手を動かす仕事に就いたっていうのはありますねそう僕はあの結構歴史とかあの考古学とか調べるの好きだから、<え>多分 歴史学、考古学者とか、そのいうな論文とか書けないけど、でもやってみる、発掘する人みたいな形とか、ちょっと言ってたかなと思いますけど、どうなんでしょうね、本当に想像つかない。<laughs> 割とみんな適職だったりするかもしれないですけ、ね、ど、僕<そう> <laughs> もってよかったがあです。 続きまして、ですね、こちらもアーティストさんへの質問なんですけれどもモチーフとかインスピレーションの見つけ方ってどんなイメージで皆さん見つけられていらっしゃいますかというところいかがですか、ね、モチーフ、古川さんだったらこう昔の写真とか,なんか記憶の中を掘り返す感じですか。そうですね その、昔の写真を使ってた時もあるんですけど、ちょっと私は今まで住んだ家を描いてた時期があったんですけど、その時、昔の家、まあちょっと、広島から遠いところは、現地に行けなくて、よく、あの、Google ストリートビューみたいなのを使って、こう、<laughs> うん、乗り切って、うん、あの、<laughs> ちょっと家をぐるっと見て、それを元に描いたりとかは、たまにしてました。うん、はい、自分が。分が家とかもそれでやっちゃいまそうです、はい。それでっていうと、ほん、えー、描いてほしい、うん。すごい。<laughs> でした。うん 私はなんだろう。日常にあるものからこう、なんか探すぞって感じじゃなくって、なんかこう草引き抜いた時とか、うん、ちょっと苔蒸したところにいた時とか、うん、なんか見つ、見つかるっていう感じですかね。うん、あ、いいなこれと思ったの写真撮ったりとか、なんかこう。 わーって感動したものが記憶に残ってて、それが出てくるという感じで、逆にだからモチーフ探そう探そうとしてると、何も見つからなくて、<laughs> あーあー、おしゃきりがーっていうのがあるので、<laughs> なんかこう、まあ、自然体で見つけ出しやすいものっていうのをやってますけど、うん、木村さん、どうですそう、自分は結構モチーフ、まあ、固まってたりとかいろいろするんで、まあ、好きなものをまあ見ていこうっていう、映画とか結構見たりとかしつつ、でまあ、結構、 人に変わってると言われてるけど、まあ、電柱が好きだから、電柱をとにかく見ると繁華街に行くんですよ、こう繁華街。繁華街の電柱、すっごいごちゃごちゃしてて、電気量やっぱ多いから、もう変圧器もみ妙な大きさで何個も並んでるから、うわ、これすごいなって繁華街の昼間に歩くんですよ。はあ、夜じゃなくて、ひもう昼夜だったら暗くて何も見えんから。うん、で、昼間の時の繁華街を見ながら、こう、あ、すごいな、これいいなとか、こう街中、自転車行ってると、 いい電柱だなーってこうやって写真撮っていい電柱だー <laughs> これ綺麗だなーとか怪しい <laughs> 怪こととこうやってこうしててそれこそ何か彫刻とかで縄とかもモチーフにしてますよね、うん、もう縄は意外とそこまであの彫刻の時とかはまあそういう流れとかイメージするから行き詰まった時結構海に行ったりとかして、うん、まあ広島あった元綱が一番こう海に 近いとこだから、うん、そこ行って、何かないかな、これこそ本当、モチーフを探すから、何かないかな、まあ、ないか、ないな、寒いみたいな感じで行こう。割 <laughs> <laughs> と見つからないですね。<laughs> と見つからない。でも、落ち着くっていう意味が。って感じですかね。思い、うん、そうな。はい、ありがとうございます。ではもう一つ、とアーティストさんへの質問なんですけれども。 今後作りたい、挑みたいことはありますかというところでご質問来ております。皆さんいかがですか挑みたいこと、私はその、えっと、さっきの作品の動画をお見せしたように、ちょっと作品を動かしたいなっていうのがずっとありまして、まあ、その、実際にこう体にまとって動かしてたっていうのもあるんですけど、 えー、あの動画はマイクロソフトを使ってプログラミングしてこうガラガラガラッと動かしてるんですけどなかなかそのプログラミングの勉強っていうのが難しくてですねもう独学でやりながらその一大の情報の先生がいるのでそこの人にちょっと弟子入りしつついやでも,もうでもなんかこう素人でも ちょっと頑張って勉強してステップ踏んでいけば目標があればちょっと達成できるっていうところがあるのでちょっとまあプログラミングちょっとやってみたいなっていうのは今後の目標としてあるんですけど <laughs> すごいですね <laughs> なんか制作しながらプログラミングの前に頑張ったします <laughs> 数字に弱いんでもう完全にアウトなんですけどまあそのま頑張りた <laughs> いいす。<laughs> うん 今後やってみたいこと、っってて何かありますか今後やってみたいこと、なるべく結構横に広がる作品とか多かったんで、うん、今回、岡山駅のさっきの作品みたいに、ちょっと縦に伸びていくのが、うん、なるべくこの縦に縦にいく感じの作品、植木鉢をモチーフにしつつとか、ああいう観葉植物とかをこうしていきながら、もうちょっとこうオブジェに近いような何かをこう模索ですね、こればっかりは本当と、回数やら個数を増やしていかないと、ちょっとわからないところあるし。 そのまあ機械的、工学的なものを確かに入れ込むのは面白いなって思うけど、できるかな木だよと思って、木だけでも十分匂いがすごいので、ね、なんか情報は自分の中でこう取捨選択していきながらちょっとやっていかないといけないかなーって思ったりしますけど、どうですかそうでですすかそね。私は、えっと、大きい作品を作りたいと思っていて、私はいつもこう。 カフェットみたいに布を下に引いてから落とすように絵の具をのけるので、とにかくその、えー、と大きさと同じ以上のこう床面積が必要になっていて、私はこの春卒業するので、その大学、在学中のこうまだ、まだこう広さがあるうちに大きい作品をとにかく今、この1年は量産したいなと思っています。 こう有田さんの新作とか次のこととかっていうのってあるんでしょそうか、えっと、ですね、有田さんは、えっとですねえっと、秋に、えっと、個展を広島と、あえっと、冬に広島で個展を予定してまして、秋にちょっと関西で個展を、えっと、今、絶賛企画中というところでして。 でそこに向けて、まああの、今回はちょっと僕がキュレーションという形で、あのさあの今までは作品,作品を先に作って、その後にテーマとかをのっけたりとかしてたんですけど、ちょっと今回は先に僕がテーマ設定をして、それに沿って作品を作ってもらおうかなという、ちょっと、はい、共同企画的な展覧会を予定して、新しい試みを計画しておりますので、はい、またお手ご案内できたらと思います。うん、ありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます。ちょっと質問がまた来ておりまして、えっ、ー、と、こちらもアーティストさんに向けてなんですけど、アーティストは自分一人の力で頑張っていかなければならないというイメージがあります。くじけそうになった時もあったかと思いますが、皆さんはどのように乗り越えましたかという質問が来てますが、皆さんいかがでしょうか。うん、アーティスト一人ぼっちですかね。<laughs> 意外にな,になんか彫刻とかは まず作ってるときは基本一人ぼっちだし、一人がいいです。一人一個だから全然、うん、うん。むしろ雑音いらない。あっち行けみたいな感じであるんですけど、その場は絶対に誰かの支えがないと保てないし、大学なり、また自分のアトリエをこう借りているそのオーナーさんだったりとか、そうやってこう、人と人とのご縁がこう、最終的に積み重なった末に今、一人で,でさせていただいてるっていう感じが結構強いですけど、うん、どうですかね。 そうなんかこう大きい作品になってくると1人じゃとても賄いきれないのでごめんちょっと手伝ってくれるって言って人を集めたりするんですけどそういう点ではあまり一人ぼっちというわけでもないのかなただその作品の仕上げだったり、えー、スケッチというかアイディア出しの時はやっぱ1人で悶々ともう泣きながら考えるという夜を何度も過ごして。 ただ、こう、やっぱ力入れすぎると、こう、わかないというか、力みすぎるとうまくいかないこともあるので、なんだろうな、あ,あ、一人だ一人だと思うと、自分の場合はうまくいかないことが多いので、まあ、見てくれる人の言葉を思い返しながら、 制作していいるとううような感じですかね。ですよね確かになんか工作とか自分で作ること以外も全部自分でしなきゃいけないと,いうところはすごい難しいかなと思うんですけど、まあ、かえって自分ですべてコントロールできるのはいいところかなとか思ったりとかその手にする以外に例えばそれを本にまとめたりとかなんかそういう事務的なこともやってる時ちょっと時間が足りないとかあったりするんですけどこうなんかその制作以外に気が取られたりとかでもその分こう 自分で組み立てるってとこがいいとこかなとは思いますね。確かに一人だとは、帰いてるとき以外はあまり思わないかもしれないですね。作品のことは誰も助けてくれないけど、以外は本当に皆さんすごくワープたと教えてくれる。山本さんもちょっと頼ったら、ああ、じゃやってあげるよう本当に。あの以外のことそうですね。僕は作品を作れないので、うん、物を作ることはできないんですけど、ただまあ、まあ、特に有田さんとかは、あの そそれこ困ったら頻繁にちょっと伊沢君、相談乗ってよって、あのとかをたりとかして、ファミレスで長話をしながら、女子高生みたいなことしてましの人によって本当に距離感あるので、なんというか、とりあえず吐き出して相談したい人もいれば、ある程度自分で悩みたい人もいると思うので、そこはこちらからおせっかいを焼きすぎないようにしようとは思っているんですけど、いい距離感でできることができたらなというふうに思っています。 はいありがとうございます続いてもちょっとアーティストさんへの質問というところで制作に行き詰まった時はどのようにされていますかというところが来ておりますが皆さんどうされてますでしょうか先ほど言ったように海に行きます <laughs> 海に行けばもう,もう行くしかない海が呼んでるって感じ、ね、山じゃなくて海なんですね川とかで今作ってる今ってアトリエが山なんで 山じゃんって思いながら、<ー>山じゃんっていう。で、僕はから、すぐに海行って、海って行くんですけど、まあ、別にそこでね、何か解決することではなく、ただ見てて嬉しい、楽しい、あ、これぐらいの、なんか、瀬戸内の波の穏やかさがちょうどいいっていう感じで、ね、もう、それで、まあ、なんか行き詰まったっていうか、こうまあリフレッシュ、本当にそこで、一旦ちょっと、 リセットしよう、気持ちいいリセットしようっていう、でリセットできんから毎回毎回リセットに行くっていう感じ、もう回数多く、もうリセットじゃなくて、これ、ループじゃんいな感じですど,、ね、<laughs> どうですかね。 息抜きなりか、なんだろうな、自分の場合はなんかこう、感動を求めてどこかさまよったりとか、映画、じゃあ前見た映画見てようとか、他の展示作家さんの作品見て、わー、すげえと思いながら、なんかこう、感動するものとか、作品とか見ると、あ羨うらやましい、私もこれやりたいっていう思うたちなんですよね。ああそれでこう、スイッチ、エンジンをまたふかし直して、よっしゃ制作するかっていう感じに。 ししてますけど、どうでしょうでょ私はその松本さん感動で私お笑いの方に求めてしまって<ー>制作中ずっとイヤホンであの漫才とかコントをずっと聞きながら制作してるんですけどもっとこうもういよいよダメってなったらもうとにかく絵に描いて好きなコントをもう見て死ぬほど笑うってことして <laughs> もう,てもうとにかく笑って。 大声で笑ったらもうなんかもうどうでもよくなるし、それを作ってるお笑い芸人,の人たちすごってなって、私も近づきたみたいなことがありて。<laughs> て気がつけば、まあ、またいつも通りって感じになっても、うん。それぞれまたバラバラパラパラパラと。ラパラパラパラ ありがとうございました。ちょっとまだまだちょっと質問を募集したいところなんですけれども、そろそろちょっとお時間となってまいりましたので、ここで質問を締め切らせていただきたいと思います。皆さんたくさんのご質問ありがとうございました。はい。そして最後にですね、多面対合同会社の山本さんよりちょっとお話があるようなので、山本さんお願いできますでしょうか すみません。あの最後に宣伝を失礼します。えっと、あの、美術関係者向けの事業と、あと事業会社さん向けの事業、まあ一般向けの事業と、二軸を中心に展開しています。で、美術関係者向けの方に、まあさ、先ほどちょっと言ったような、まあね、あの、アディスト向けのサポートだったりとか、あと、まあ、あの、何分お金がかかったりもするので、あの、助成金とかを一緒にと獲得したりとか、なんかそんなことをしております。で、 事業会社の方向けには、あの、こちらでさせていただいているような施設内の展示ですとか、あの、それに合わせてイベントですとか、そんなことも、えっと、させていただいております。で、またちょっとさっきも話出ましたけど、あの、何かの作家が困ってることに何か力を貸していただけ、 ですとかなんか素材を提供できるですとか技術を提供できるですとかあと制作場所問題みたいなのは何分みんな課題を持ってますのでもし何かあのうちの余っているものでよければみたいなことがあればご一報いただけるとあのすごく役立つことがあるかもしれません。よろししくお願いします。 はい。で、あの、引き続いてるののご案内なんですが、今、あの、Azure 広島ベースで、この4名の作品を展示させていただいております。で、あの、近々ちょっと展示会を予定しております。で展示会自体は7月中旬ぐらいに、あの、公開となると思うんですが、えっと、今、展示している作品は、えっと、近々展示、あの、 順次展示を変えていきますので、えっと、少なくとも来週いっぱいくらいは、あの、今ある展示作品は展示している予定ですので、あの、今回のセミナーを聞いていただいて、ご関心持っていただいた方で、もしまだの方いらっしゃいましたら、あの、良ければ Azure 広島ベースにお越しいただければと思います。よろしくお願いします。 はい、で最後にあの、今回ご紹介したアーティストの皆さんの,あのインスタグラムのアカウント等をご案内させてください。あの展示の予定ですとか、あとまあ制作中の様子ですとか、そんなことをあのインスタグラムとか、まあ、他の SNS やってる人もいるんですが、インスタグラムは全員やっておりますので、共有させていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、山本さん、ありがとうございました。そして、ここで皆様にお知らせです。 なんと7月14日にですね、第2回 DX セミナーも開催予定です。今回のセミナーでは、Microsoft Teams の基本的な使い方を学んでいただけます。聞きたいことはあるけれど、実はよく分かっていない、そんなお客様におすすめのセミナーになっておりますので、振るってご参加いただけますと幸いです。セミナー終了後、画像の QR コードを読み取っていただき、アンケートにご回答いただけますと幸いです。Instagram、LINE、FACE b o o k もやっております。 ぜひぜひフォローお願いいたします。また、この会議のコメント欄にもアンケートと SNS の URL を添付しておりますので、そちらからもフォローいただけます。では、第2回のアートセミナーはいかがだったでしょうか、まあ、いろんなアーティストさんの貴重なお話を聞けたかなと思うんですけれども、以上をもちまして、データキュービックス祭第2回アートセミナーを終了したいと思います。皆様、本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。 それでは次回の DX セミナーでお会いしましょう。ありがとうございました。